お願いいたします。今回の補欠選挙は消費税率引き上げの直後の選挙である、さらには野党が共闘する中の選挙であったわけであります。我が自民党の候補者にとっては厳しい情勢の中の選挙でありましたけれども、勝たせていただくことができました。安倍政権の政策に対して一定の理解をいただいたものと受け止めております。オバマ政権がアジア重視政策、いわゆるリバランス政策をさまざまな形で実行していこうということについては歓迎をしたいというふうに思います。高校の自由を含むですね、この海洋秩序の安定は日米およびフィリピンだけでなくてですね、これはすべての国にとって共通の課題でありですね、さまざまな形で協力していきたいというふうに思っております。